部落差別はもうない、部落なんて教えない方がいいんではっていうと、まあ激烈に反応する人がいるんですけど、もう一つ激烈に反応する人が多いフレーズとして、差別されるのが嫌だったら部落出ていきゃいいんじゃないかというね、引っ越しゃいいんじゃないかと、まあそういう考えですね。でこういう考え方ってね、例えば同和会なんかがそれに近いものがあって、まあそこは融和団体なんで、そのいわゆる部落民と一般民っていうのは混住してしまえば差別なくなるんじゃないかっていう考え方があるんですよ。だからその差別が嫌ならもう部落出ていけばっていう風になれば、まあ必然的に、いわゆる部落民と一般民が混住する結果になるので、こういう考え方っていうのは、まあある意味同和会の考え方に近いのかなっていうのがあります。でもまあ解放同盟系の方々はまあね、発狂してしまいますね。なんでそんなね、住み慣れた土地を出て行かないといけないんだと、愛着のある先祖代々の土地を手放して、あとはまあね、差別するものが悪いのになんで差別される側はそうやって対処しないといけないんだと、ね、そんなみんな引っ越すようなお金があるわけではないと。 でもよく考えてみればね、そういうのってね、別に部落とか関係ないんですよ。やっぱりね、住みづらいところとかね、そういうところからは別に部落じゃなくても人出ていっちゃうんですよ。私の親戚でもなんかね、横浜市のあの瀬谷駅の近くに住んでた人いるんですけどね、なんかこの辺柄悪いからね、子供の教育悪いって言ってね、引っ越しちゃいましたね。先祖代々の土地がどうとか、そこに愛着あるからどうだのって言うんだけども、今ねそういう時代じゃないんですよ。やっぱり憲法に居住移転の自由があって、でも憲法も長い間ね経ってくると、やっぱそういう民主的な自由主義的な考え方っていうのが浸透していくわけじゃないですか。だから私もね、地方の部落探訪するついでに一般の村も見てるんですけども、その代々名家と言われたようなところがね、もう空き家になってたりするんですよ。人が出て行っちゃって、もう先祖代々の土地はね、うちの実家の前も実はそうで、もう本当江戸時代の初期からの庄屋の由緒ある家なんですけども、今もうみんな出て行っちゃいました。だからね、その先祖代々の土地だとか、そこの愛着って言ってるのは、どっちかっていうとなんかね、底辺の人々というか、本当金持ちの人はね、自分の子供をね、もう都会の大学なんかに行かせて、であとはもう都会で活躍してもらって、でまあ実家なんかどうでもいいと。で特に名家って言われてるところなんてね、もう土地の愛着はどうだのっていう以前に、もう戦後のね、農地開放で土地をバラバラにされてるんだしね、そんな先祖代々の土地なんて、そんなね考え方っていうのはいつまでも通じないっていうことはよくわかってるんですよ。でまあそれは普通の庶民でもそうですよ。まあうちの、まあ、親戚なんかも結構ね、新興住宅地に住んでる人も多いし、でまあ田舎のほんの先祖代々の家に住んでる人でも、もう年いったらね、もう出てっていいわって言ってる人結構いるしね。まあ、解放同盟とか、そういう部落解放とか言ってる方々の方が、実はなんかその土地に縛り付けられるっていうかね、そういうなんか古い考え方を持ってるんじゃないかっていう気がするんですよ。今ね、農村ももう都市化していってます。ここでいう都市化っていうのは、その見た目の問題じゃなくて、やっぱ考え方ですね。考え方が都会的になっていると。まあ解放同盟の人がね、なんか部落解放って言ってる間に、実はね、一般地区の方がもっとこう進んだ考え方を持ってきてると。差別されるのが嫌だったら引っ越せばっていう考えに発狂する人はですね、もうちょっとね、洗脳から解かれてですね、むしろ自分たちが古い考えを持ってるんだと、その土地に縛り付けられるような。でもう童話事情なんかやっぱ最悪なんですよ。ああやって、部落にニコイチ建てて、団地建てて、人をその土地に縛り付けるようなことをやったわけじゃないですか。なんかもう江戸幕府のやったこととどう違うんだって思うんですよね。まあね、なんかここに住んでると根強い差別がとかね、なんか土地差別がどうのこうの言ってる人間が部落から出ていけば、まああと残るのは、いや別にここ差別されてないしって思ってる人か、あるいはね、まあ確かにここ柄悪いけど、もうちょっとね、自分たちの力で地域を良くしていこうとかね、そういう人しか残らないんで、だから差別云々とか言ってるやつはね、どんどんね、部落は出ていってしまえばいいんです、本当に。だから皆さん、ぜひ洗脳から解かれてください。神奈川県人権啓発センターでした。